まあ、ここがどこかわかりませんが、一応廃校のチェストを発見しました。見ていきましょうか。よいしょ。はい、どうも、キジンです。はい、ということでね、今回もマインクラフト 1.20.2 自作モッドの作り方、やっていこうかと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、今回はですね、リクエストが多かった内容ということで、まあ、今までね、まあ、自分が作ってきたアイテムとか、まあ、ブロックとかね、まあ、そういうやつをですね、宝箱あるじゃん。廃校とか、あとまあ遺跡とかね、探索行くと、まあ宝箱あるかなと思うんですけど、まあそういうところにね、入れて宝箱が生成できるようにするっていうね、やり方を紹介していきます。これもね、地味に結構リクエスト多かった内容なので、まあぜひね、参考にやってみてください。ということで、まあ宝箱チェンジャーの技術をですね、まあ今回ね、やっていくわけなんですけど、このね、やり方扱うと、宝箱のね、中身だけじゃなくて、既存のモンスターのね、ドロップ品とか、まあいろいろね、変えられたりするんで、まあそういうとこもね、解説しながら、まあやっていこうかなと思いますので、まあぜひ最後まで見ていってください。では、このモッドの作り方シリーズですね、今後もやっていきますので、まあ続きを見たいよって方、応援してくれる方は、チャンネル登録、高評価の方、励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、まあ今回もね、モッド制作楽しんでいきましょう。はい、ということで、ステップ1、宝箱の中身を変更しようということで、まあ、やっていきます。はい。宝箱チェンジャーですね。まあ、やっていこうかなと思います。ということで、まずはですね、まあ、今回、まあ、変更するアイテム、ちょっと紹介していくと、まあ、このインゴットですね。まあ、このシリーズ始まって、まあ、一番最初に作ったアイテムかなと思うんですけど、こっちの鬼神のインゴットがね、まあ、宝箱に生成されるように、まあ、設定していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。で、と、まあ、生成されるね、設定をね、変えていく前に、まずはですね、ファイルの構造ですね。まあ、どんな感じに宝箱の中身設定されてるのかなっていうのをね、まあ、ちょっと見ていきましょう。まあ、検索でですね、ルート、アンダーバー、テーブルズと検索しまして、このね、include non-project items。まあ、ここね、チェック入れてください。まあ、このね、files っていうのをね、まあ、押しますと、まあ、フォルダーがね、まあ、ルートテーブルズっていう名前がついてるフォルダーね、まあ、4つぐらい出てくるかなと思います。で、まあ、これのね、ちょっと薄い字の、まあ、こっちの側のね、文字見てもらって、グレイドルー、ネットマインクラフト、クライアント、エクストラ、1.20.2 とかね、まあ、バージョン書いてあると思うんですけど、まあ、こうなってるやつをね、まあ、ちょっと見ていきましょう。はい。まあ、これクリックすると、まあ、こっちのね、プロジェクトツリーっていうのかな。ファイルのツリーのところに、まあ、ここですよ、みたいな感じでね、まあ、出てきます。まあ、構造的には、まあ、ブロックと同じでね、まあ、データの中に入ってる、まあ、マインクラフトの中に入ってる、ルートテーブルズっていうね、フォルダの中に、まあ、いろんなね、まあ、種類の、まあ、ドロップ品が設定されてるよっていう感じになります。で、まあ、ブロックね、追加した時にね、まあ、ちょっと紹介したんですけど、まあ、ルートテーブルズの中に、まあ、ブロックスっていうのを作って、まあ、こうやってね、まあ、ブロックごとに、まあ、設定したりとか、まあ、するわけですね。でも、今回ですね、まあ、宝箱の中身を変えていくんで、まあ、このチェストっていうやつですね。まあ、チェストの中身はね、設定されてる JSON ファイルですね。まあ、ちょっと見ていきますと。まあ、こんな感じでね、まあ、自然生成されるチェストの中身も、まあ、JSON ファイルでね、まあ、設定されております。まあ、例えばさ、この村とか見ていくと、まあ、プレーンの、まあ、普通の平原の村とか、あとまあ、サバンナの村とかね、種類があったりして、まあ、チェストの中身もね、まあ、変わるんですよね。まあ、細かくね、変えたいところが変えられるっていう感じになっております。まあ、こういうとこもね、まあ、ちょこちょこ変えてみるとね、まあ、面白いかもしれませんね。で、まあ、今回はなんですけど、まあ、リクエストが多かった、廃校のチェストですね。宝箱の中身変えていこうかなと思います。で、廃校のチェストはですね、まあ、これですね。アバンドンドマインシャフトと。まあ、ここにですね、まあ、廃校のチェストに入ってる、まあ、アイテムが、ね、まあ、設定されております。で、まあ、一応ね、ちょっと見やすいように、このエントリーっていうのをね、畳んじゃってあるんですけど、まあ、このエントリーっていうところに、まあ、アイテムがね、いっぱいずらーって入ってまして、プールズっていうところがあって、まあ、プールズの中で、まあ、テーブルみたいなのがね、分けられております。
で、まあテーブル1個目の方が、まあロールズ1ってなってるんで、まあ、このエントリーの中に入ってる、まあアイテムの中から1枠ですね。まあ1個だけ選びますよと。で、まあ次のテーブルになってくると、まあエントリーされてる、まあこのアイテムの中から、2個から4個ね、まあロールズってなってるんで、まあこれ選びますよっていう感じになります。なんでね、まあ一応廃校のチェストだと、まあ最低でも、まあ1、2、3と。まあ6個ですね。まあ6枠は絶対入ってるっていう感じになりますね。まあ6枠は絶対入ってるというか、もう1個目のね、エントリーの中に、まあエンプティっていうのがね、あるんで、まあ最低5枠かな。最低5枠は、まあ絶対入ってるよっていう感じの方がね、まあ廃校のチェストになっておりますと。という感じで、まあ、この中身をですね、まあ、書き換えてあげれば、まあ、自分のね、アイテムを、まあ、入れられるっていう感じになるんですけど、まあ、これですね、書き換えようとすると、Files is read only って出てくるんですね。なんで、まあ、これ書き換えらんないじゃんっていう感じなんですけど、まあ、これをね、まあ、書き換えるっていうよりは、まあ、上書きするみたいな感じでね、まあ、設定すると、まあ、できるんで、まあ、それのね、やり方を、まあ、ちょっとやっていきます。ということで、まあ、一応ね、このアバンドンドマインシャフト JSON、まあ、これ一回、まあ、コピーします。はい。で、まあ、上書きのやり方なんだけど、まあ、自分のね、元の、まあ、リソーシーズのファイルの中の、データですね。まあ、データの、まあ、多分ね、マインクラフト、まあ、入ってると思います。まあ、入ってない方は、まあ、データのね、中に、マインクラフトのね、フォルダー作ってください。マインクラフトの中に、ニュー、ダイレクトリーとしまして、ルート、アンダーバー、テーブルズと。はい。まあ、ここね、スペル間違えると、反映されないんでね、気をつけてください。で、まあ、今ね、マインクラフトフォルダーの中に、ダイレクトリー作ってるんですけど、まあ、既存のね、設定ってのが、まあ、結構ね、マインクラフトのフォルダーに入ってることが多いので、まあ、マインクラフトのフォルダーに、まあ、こうやってね、書いてあげれば、上書きできるっていう感じになりますんでね。まあ、結構いろんなところで使える技術ですね。宝箱チェンジャー。はい。で、ルートテーブルズ、チェーススラッシュしまして、まあ、エンターします。マインクラフトのフォルダの中に、ルートフォルテーブルズフォルダ作って、チェストのね、フォルダ作った感じですね。で、まあ、ここにですね、まあ、さっきコピーしてきた、アバンドンドマインシャフトかな。まあ、これをペーストしていきます。はい、OK。まあ、こっからですね、まあ、ここの中身を書き換えていくことによって、まあ、既存のファイルをね、上書きできるんで、まあ、ちょっとやっていきましょうか。まあ、一応ね、例によって、まあ、見やすいようにね。まあ、このエントリーズってなってるところですね。はい。畳んでいきます。はい。まあ、このね、ランダムシークエンスっていうのは、まあ、シード値によって中身のドロップ品をね、変えますよっていうやつなので、まあ、これをね、設定しておかないと、まあ、シード値同じでも、まあ、ドロップ品変わっちゃうよっていうね、感じになってくるので、シード値で固定したい場合は、まあ、このランダムシークエンスね、まあ、入れといてください。で、まあ、今回ですね、まあ、わかりやすく、廃校のチェストは、もう、鬼神インゴットしかドロップしないみたいなね、設定にしようかなと思いますんで、これね、テーブルをね、2種類、どっちも消します。はい。消しました。で、まあ、テーブルね、1個だけ残りました。で、ロールズ3ってなってんのが、この中から3つ選ぶっていう感じではなくて、まあ、この中から1つ選ぶやつを、まあ、3回繰り返しますよ。ことですね。なんで、まあ、3回同じアイテムが抽選される場合もあります。まあ、このね、抽選回数をね、まあ、今回ちょっと分かりやすく9にしておきましょう。9回、まあ、抽選されるんで、まあ、一応9枠かな。まあ、ゲットできますよっていう感じになります。で、まあ、アイテム入れていくんですけど、まあ、エントリーの、まあ、下の括弧のところからね、まあ、1個ずつ畳んでいくと、まあ、こんな感じに、まあ、5種類のアイテムが入っております。レール、パワードレール、ディテクターレール、アクティベーターレール、トーチと。レールの中に1個だけ松明枠があるってね、外れ枠やばいよね。っていう感じなんですけど、まあ、この5種類の中から、まあ、9回ね、抽選して、まあ、選ばれるよっていう感じですね。なんで、まあ、今回ね、まあ、インゴットを1種類だけにしたいので、この下のね、4つの枠全部消します。で、
で、まあ、レールってなってるんですけど、まあ、ここですね、ネーム、レールってなってるのがね、入ってるアイテムなので、まあ、ここをですね、基準、インゴットと、はい、ドロップさせたい、まあ、アイテムの ID を入れますと。はい。で、まあ、ここね、マインクラフトってなってるとダメなので、まあ、自分のね、基準、モッドと、まあ、自分のモッドの ID の、自分のね、モッドのアイテムの ID ですね、入れていきます。で、まあ、ここね、はい、カウントってなってる。まあ、一枠あたりの数ですね、設定されております。まあ、今回ね、ちょっとわかりやすくしたいので、まあ、64から64と。もう1スタック分ね、一枠使うよ、みたいな感じでね、ちょっと設定しておきます。で、あと大事なのが、このウェイトっていう書いてあるやつね。まあ、今回ね、一種類だけだから関係ないんですけど、まあ、二種類とかあった場合に、あと、ウェイト20と、なんかウェイト10とかだったら、まあ、20対10かな。まあ、2対1の確率で、まあ、出てくるよとかね。それね、まあ、このエントリーの中に入ってるアイテムだけで、まあ、何対何対何みたいな感じで、まあ、比率をね、設定しといて、このエントリーの中から、この抽選でね、選ばれる確率みたいなね、感じの設定ができますと。まあ、今回ね、まあ、一種類だけなんでね、多分ずっと 100% このインゴットが出てくるかなと思うんですけど、まあ、複数ね、まあ、アイテム設定したい場合とかね、まあ、使ってみてください。まあ、出したいアイテムが、まあ、どれくらいの確率で出るのかみたいなね、感じの調整ができます。ということで、まあ、これでですね、まあ、廃校のチェストの中身が上書きできましたんで、ステップ1、宝箱の中身を変更しよう。完了です。お疲れ様でした。で、まあ、一応ですね、まあ、言っておくと、まあ、さっきのね、まあ、ここで、まあ、チェストの中身を変えたりもすることができるんですけど、まあ、例えば既存のアイテムのね、まあ、ブロックのドロップ品だったりとか、あと、まあ、ピグリン攻撃ですね。ゲームプレイってなってるところね。まあ、ゲーム遊んでて、まあ、なんかイベントが起こる場合のやつね。まあ、ここにピグリン、バタリング、ジェイソンみたいな。まあ、ピグリンのブツブツ交換ジェイソンみたいなのがあるんで、まあ、ここをね、まあ、自分のアイテム入れてみたりとか。あとね、フィッシングとかね。まあ、釣りも一応このルートテーブルでね、決まってるということで、まあ、ここにフィッシングで、まあ、フィッシュ、まあ、魚、ジャンク品、ゴミ、トレジャーとか、まあ、宝物とかね。まあ、ここの中でアイテムとか選ぶ感じだとは思うんですけど、ま、いろいろね、設定できますんで、まあ、この宝箱チェンジャーですね。まあ、すごいコードをね、まあ、あんま書かなくても、ま、いろいろね、変えて遊べますんでね。まあ、ぜひやってみてください。ってことで、まあ、設定したのね、できてるかどうか、ランチャー開いてみていきましょう。はい、ということで、ランチャーね、無事開けました。ということで、まあ、シングルプレイの方ですね、まあ、やっていきます。では今回ですね、まあ、一応廃校のチェストの中身変えたので、まあ新しくね、廃校を読み込もうかなということで、まあ新しいね、ワールドを作っていきます。まあワールド名ね、廃校のチェストの宝箱チェンジャーということでね、まあ今回の宝箱チェンジャーですね、いろんなものに使いますんで、やってみましょう。ゲームモードは、クリエイティブにしておきます。はい。まあチートの許可はオンにしておきます。で、ワールドを作成。よいしょ。おーっと、開けてますね。開けてますね。なんだ？あ、俺これ初めて見たかもしんねえ。マングローブだっけ？マングローブだよね、これ。うわ、マジか。モッドの動画中に、新しい、もう初めて見る。バイオームっていうのかな？見つけてしまうとは。で、正面にはサバンナがあってと。まあ、村とかはあんま見当たりませんかね。はい。じゃあ感じのワールドの、あ、沈没船あるやん。まあ、一応ね、まあ、今回の宝箱チェンジャー使えばね、沈没船の宝箱とかもね、変えられるんで、はい、やってみてください。で、まあ、今回ですね、お気づきの方いるかなと思うんですけど、ちょっとね、画質も上がっております。まあここら辺のね、設定、まあ、スキンとか、まあ、画質のね、設定とか、まあ、後々ね、まあ、動画でやろうかなと思いますんで、お楽しみにということで、まあ、廃校のチェストですね。まあ、早速見に行きましょう。まあ、暗くなっちゃうかもしれないので、
エフェクトとしまして、ギブ。で、デブですね。デブにしといて、グローじゃない。ナイトビジョンかな。ナイトビジョンつけて、インフィニットしときます。で、まあ、ゼロで、トゥルーにしとけばね、まあ、泡が出なくなるので、はい、おすすめです。まあ、ちょっとね、視界が明るくなって、海底もね、ちょっと見やすくなりましたと。で、まあ、この状態で、ロケーと、ストラクチャーかな。ストラクチャーで、マインシャフトとかで、はい、出ますね。マインシャフトで、最寄りのマインシャフトはですね、最寄りの廃坑は、16の、96にあると。いうことで、まあ、そこにね、飛んでみますか。テレポート、デーブ、16の、カラーの、96と。はい。まあ、一旦飛びます。はい。よっしゃ。どこだ、ここ。あ、あっちか。あっちのアカシアの平原からこっちのマングローブ越えてきたあたりですかね。はい。来ましたと。でも、ここの下に廃坑があるらしい。ちょっと見ていきますか。スペクテーターにしまして、暗いな。あとなんか、スカルクか、これ。スカルクじゃない。あれだ。光るイカか。光るイカとか。あと、アメジストジオード見えたけど。ジオードありますよ。ジオードだよ。ジオードだよ、ありますよ。あ、で、廃坑のチェスト、早速ありましたね。ちょっとこれでクリエイティブモードになって、降り立ってと。はい。まあ、ここがどこかわかりませんが、一応廃坑のチェストを発見しました。見ていきましょうか。よいしょはい。ということで、まあ、一見ね、10個じゃないじゃん。10枠じゃないじゃんって見えるかもしれないんですけど、まあ、これね、ちょっと集めてみますと、はい。まあ、ちゃんとね、あ、9か。はい。まあ、9枠じゃないじゃんっていう。まあ、全部の枠埋まってたんですけど、まあ、一応ね、集めてみると、9枠で、まあ、64個ね、入っておりましたと。これ全部のチェスト、9枠で1スタックなのかな。ちょっと他のも探してみるか。他のチェストあるかな。これ今見たやつでしょ。あ、あった。あったぞ。この毒蜘蛛エリアから近いところに。はい、チェストありました。別のチェストですね。いいですね。で、まあ、ここでクリエイティブモードしまして、一回これしまおうか。一回これ、全部消します。はい。はい、俺のインベントリーは、空ですと。はい。空になりました。見ていきましょうか。よいしょ。はい。まあ、こっちもですね。一応数が多いからかな。一応全部埋まっちゃってますね。はい。まあ、まあ、64個っつっても、なんか結構バラバラに入る感じなのかな。はい。まあ、これもね、全部集めてみますと、よいしょ。まあ、これも一応ね、64個が9枠入っております。はい。まあ、一応今2つしか確認してないけど、多分全部のチェストにね、まあ、64個で9枠ね、まあ、入れられてるんじゃないかなと。思います。はい。いや、これね、簡単なアイテム作って、まあ、チェストの中身変えるだけでもね、まあ、だいぶね、冒険とか楽しくなりますんで、はい。すげえ毒蜘蛛湧いてる。まあ、だいぶ楽しくなりますんでね、ぜひやってみてください。はい。で、まあ、今回のね、宝箱チェンジャーのやり方ですね。まあ、何回も言ってるんですけど、まあ、ピグリン攻撃のね、アイテムとか、あと釣りのアイテムとかね、あと、ま、モンスターのドロップ品とかも変えられたりしますのでね。ま、ぜひ、いろんなところのね、アイテムのドロップ変えて、まあ、遊んでみるとね、まあ、楽しいかもしれませんと。あとは、あれかな、なんか動物のさ、毛皮のアイテム作って、まあ、動物のドロップ品に毛皮を追加したりしてね、なんか毛皮を舐めすところから始める、なんかレザークラフトみたいなね、システムとか作っても面白いかもしれませんね。まあ、ドロップ品を、まあ、改造できる以外にも、いろいろね、作りたいアイテムが広がる技術かなと思いますね。まあ、ぜひやってみてください。ということでね、まあ、今回の動画、まあ、お役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価の方、励みになりますんで、よろしくお願いします。で、何かね、お気づきの点などありましたら、
まあ、コメント欄の方でね、まあ、書いていっていただけると、今後の動画はどんどん良くなっていくかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回のね、最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。